今回どっちか分かんない。センターに合わせるわ。ごめん、本当に分からん。いや、マジ分からん。くるん。してくれたショーすか。ナイボです。ナイスボタン。ナイボ？はい。ナイスボタンってなん、あ、ナイスボタンってちょっとごめんなさい、なんでもない。え、どうしたの？いや、ナイボって何の略か知ってますかって思ったんですよ。ナイスボタン。ネタバラシしちゃった先に。先に答えを言って問題を。逆に言うと。早押しクイズだったらね、すごく優秀ですけどね。かっこいい。あれ、スキップでいいんですか？ああ。8周年記念で行かないですか？なんかもうキャンセルされたんでいいかなと。うん。あ、これ一人だけ入れてますよ。これ8周年券。これインボッターやな。自投票です。おお。男気あるな。8周年で投票ってかわいそう。怖えよ、怖えよ。やめちくりよ。やめちくりね。じゃあ。オレンジ。お耳みベンチ違ういくこれ緑お、ナイスボタン。いいねー。大家さん。え、なんすか、なんすか。いや、いいボタン。ありがとうございます。今、弁当入ってましたね、みたいなテンションで言ってたね。ね、もう僕見ちゃいましたよ、みたいな。ドキッとしたのに。ナイスボタン。ちなみに、さっき自投票じゃなかったんですけど。え、カキさんじゃないですか。カキさんでしょ。カキさんですか。カキさんでしょ。間違いなく。そうです。ムラリがない。ムラリがない。ちょっと自投票。正直に答えたからムラリがある。確かに。おお。いいやない。自分に入れても大丈夫。僕入れてる人いないですよね。あ、いないです。いや、そんな。ちょっと入れてません。そんなまさか。お、あ、お、あら、あ、誰だ誰だ。僕はアベレージさんに入れたんで違います。え、入ってた。落ち着いてる。入ってった。アーカイブ。緑そうっしょ。緑。シュッ。緑。あ、ごめんなさい。死体見つけました。ごめんなさい。お、エレクトリカルの配電盤の下の部屋、右上の部屋です。エレクトリカルの配電盤の右上の部屋。ああ。右上なんだけど配電盤の下のとこって言ったらわかりますか？レバーで右上。ど？遠野阿部が無理ですね。そうですね。遠野阿部無理なのとエロちゃんもボタン押してるからほぼ無理かなって思ってます。ですね。何秒ぐらい前まで生存したとかわかります？わかんない。僕多分最終目撃だと思うから言うんだけどね。はい。20秒以上は経ってないんじゃないかな、感覚として。あの、1回目の停電の時には合ってます、私。あ、だから僕の方が多分最終
とは思うんで、うん、はい、アメネコさんがセキュリティのカメラのところにいたのを僕は見てるよ。僕正直言うと容疑者位置だけど、僕20秒ちょうど20秒ぐらい前かな、2、30秒前に電気室降りてったんですよね。はいはい、でアメネコさんが、カメラを見ていたのか、そのカメラの下のタスクをやっていたのか分かんないけど、なんかちょうど真ん中ぐらいのところに立っていて、で、停電になったから僕はそのまま展望の方に向かってます。あ、なるほど、僕はその、カメラを見てたんですね。それは正の情報なんですけど、うん、そのカメラを見る前に僕はエレクトリカル通ってて、その時エレクトリカルで夏目先生を見てるんですよ、うん、なるほどね、うん、はい、ピタさんのその話って2回目の停電の時ですか？2回目の停電の時。 OK。 この時もう一人電気室誰かいません？いない。僕じゃないですか。その時いつ、うん、いつの話発見してるから。最後じゃなくて、1回セキュリティ1電気室3になったタイミングがアドミン端末であって、 3は違うな。3に主催含め3なのでっていう。うん、僕は電気室でタスクはやってないから右奥をチェックしてないんだけど、その時にもしかしたらもう死体があったのかもしれない。だから僕1犯人夏目だったのかもしれない。あ、そうですね。でセキュリティの位置が僕か。そうですね。なので名乗り出ないのであればアメネコさんプテアさんちょっと白っぽいなって思ってますぐらいです。あー助かったー。今アルマキの情報かな。いや、トウヤさん、トウヤのアドミン情報で、アドミンは確実に見てるんで合ってると思います。うん、ガクロスさんとかキさんの位置知りたいよね。お耳耳猫さんがエレクトリカルにいる。あ、大丈夫か。右上ならないか。おお。え。あらっと遅かったか。あら。カキさんの最終目撃ありますね。展望デッキ。で、エロちゃんは初手金庫室行ってるの見てます。両方左ってこと？うん、多分、うん、分からん、はい、両方とも左の位置。プテハシさん見なかった？プテハシさん多分展望デッキ向かいましたよね。僕展望には停電になって停電を直そうとしたんだけど、もうすでに直っていたからそのまま僕右に抜けていて、また怪しい位置でしんどいなと思ってます、うん、てかちょっと一個聞きたいんですけど、エロちゃんって最後メインにいなかったですか、東野さん？あ、ちょっと待って、メインになんか 2,3 人いたの。メインにそう最後 2,3、はい、人いて、多分それが東野さんとエロちゃんだったと思うんですよね。一番最後ですか？もう最後らへんはシャワーですね、東野さんって多分シャワーかその辺ですよね。東野さんとエロ、はい、東野さんとエロちゃんをメインの右側の部屋に置いてって、はい、僕エンジンの方に行ってるんで、めっちゃ多分エロちゃんだったと思う。ちょっとエロちゃんかアメネコさんかピカさんだったと思う。白衣着てた。あ、てか僕とピカ君はあのミーティングに一緒に。あ、じゃあエロちゃんだと思います。なるほど。伝統？いや、メインの一番右の部屋に置いてってるから、その後エロちゃんがどこ行ったかわかんないですけど、結構直近ですよそれ。東野さんのさっきのアドミン情報が本当だとすると、その犯人浮いて、あの乗れなかった犯人が僕とカキさんとピカさんだと思うんですよね。2回目の停電の話だったら私貨物で直してる。なんならあのセンターさん、あのラウンジ抜けるときに私はあのラウンジの配線タスクやってたと思うけど見てないですか？あ、ごめんなさい。でもまあ停電直してる人乗りじゃないんだったら僕1回目なんで、あ、じゃあ本当になんか後出しでごめんなさい、後出しでいい、ちょっと話していい？はい、カキさん、僕が展望行くタイミングで、展望っていうかその下側キッチンの方に行くタイミングで武器庫の方入ってったの僕見たよ、そういえば。うん、うん。これ意味ある？だとすると僕目線ピカ君がどうなのかなになったぐらいかな。そう、ピカさんとすれ違って、あ、行ったじゃん。ピカ君がそっちから来てるからな。武器の方に、うん、その後、上行ってたの見たよ。どうなるんだ。
今回ショットボタン押しましたね。多分2回目だよね。2回目だから押してるはず。死んでもいいから。いや、死んじゃダメか。7人だから。ピカさんかなと思ったけど、直してんのか、停電。大家さんは確かに、シャワー室にはいた。はい。ナイスボタン？ナイボです。大家さん目線、僕、隠しを出せませんかね？今回、メインホールの右側に死体があるのであれば、センターさん絶対無理です。と、あと、展望デッキ付近である。右側なんで、はい。はい、トーヤがメインホール右上の小部屋を抜けた後にシャワー室入り、すでにセンターさんがそこに行って、そこから先ずっとセンターさんがシャワー室にいるのを確認して、ね、間違いなく言えることが1個だけあって、私が停電中にエンジンルームの宿舎前通路に行く縦の廊下に差し掛かる部分の時に確か停電って直ってるんですよ。うん、タイミングとしてその間に柿さんが展望デッキに入ってるのを視認していて、私がそのキッチンにいる時にね、で武器庫のところでプテラサさんとすれ違った時に停電になっていて、でエンジンルームに抜けてるってルートで、停電中に柿さんが展望デッキのとこにいたはずなのに武器庫に上がるというルートがちょっと不可解なんですね。なるほど。違う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 、全然不可解じゃなくて、まあ、もちろん柿さんが直したんだと思う。柿さんが停電を直したんだと思うよ。ごめんなさいごめんなさい、ちょっと待って、アベレージさんも左側ですよね確か。いや、ダブルキーの時ですよね。あ、そうですそうです。は右側です、思いっきり。メインにはセンターさんと一緒に湧いて、最後貨物室で誰と待ってないですね。あ、そうなの。あ、ごめんなさい。じゃあ忘れてください。ピカさん、どうぞ。うん。で、まあ、不可解じゃないって言われても、プテさんの主張だったらそうだと思うんですけど、私、多分、十中八九、柿さんのキルはプテハツさんだと思ってるから、うん、位置関係的にね、他にも私目線候補がいないから、アメネコさんだって違うと思うし。僕はメインから来てるからね。そう。で、アメネコさんと私は、宿舎前通路で合流して向かってるような形だから、アメネコさん目線、私があるって思うのはしょうがないとは思うんだけど、私目線、ほぼほぼ間違いなく柿さんだとは思ってる感じ。OK、ボタンも少しローラッシュしよう。うん、いや、そうっすね。そう、まあ、ピカクロスさん視点で、アメネコさんは絶対にないと言える？あ、ないと思う。ベントだったら多分プテさんが絶対目撃できてると思う。僕が、カキさんが停電を直したんだと思うんだけど、その後にカキさんを上に抜けてったんだよ。だから、エンジンとか、その辺で死んでいる可能性があるかなと思ったの。だとしたら僕がピカクを抜かないといけないんで、無理です。そういうことなんだよ。だから、私、停電直った直後にもうアメネコさんと会ってっから、ロラまでしてほしい。ロラはします。はい。はい、こうせないっす。ピカさんの主張もわかるし、ピカさんの主張もあるけど、アメリカさんからも白出せんのか。ちょっと抜けたな。はい、ありがとうございます。素晴らしい。まあ明確に結構お互いが、うん、お互いが疑い合ってたからいいかなと思ってて、うん、でと先端東屋さんが右側にいて、アベレージさんもいて、アルマ君は最終的にはエンジンです。東屋さんとエロちゃんかをメインの右側に入るのを目視してエンジンの方に向かって最終エンジンか。なくはねえんだじゃ、うん、あれも。いや、まあそうなんだけどね、多分ね大丈夫だと思うんだよな。もうちょっと正確な柿さんの情報とか出るんじゃないかなって気がするんだよな。わからん、合ってると思います多分ペさんで、まあ、結構、うん、でこれが、まあ、僕がちょっとさっきカットインした理由としては、もう僕視点結構東屋さんがほぼ確だと思ったんで、ここも東屋さんと僕はロラしませんかって言おうと思ったんですけど、アベリさんも目視されてないんだったらアベリさんもあるから、ちょっとピカさんの話に変えたって感じで。私落ちること自体はむしろありがたくて、ちょっとエレクトリカルのめんどくさいタスクが残ってるので、幽霊の方がやりやすいっていう。ああ。
のはちょっとある。ただ、時系列がずれてたことだけを視認してほしいっていうのが一点あって、停電の治ったタイミングの話なんですよね。プテさんって、キッチンに入った時に停電治ったって話なんだけど、まあ、私の勝手にさせてください。まあ、もうピカさん釣りますよね、多分、今日は。僕は釣ります、今日は。何を言われてもちょっと。であれば、他の話を。じゃあ、いらないですね。はい。申し訳ない。はい、あれ、東野さんとセンターさんってシャワーら辺でお互い視認してたんでしたっけ、はい、東野は容疑者でセンターさんは隠しろです。ああ、センターさん視点、東野さんどうですかね。わかんないです。まあ、僕が一番怪しんでるのは、エロちゃんの情報を出さなかったのが一番怪しんでる。いやすいません、誰かとすれ違った記憶があったんですけど、エロちゃんだったんだ。まあ、もしも手橋さんと相方だった場合は、初日の時にプテ橋さんが、僕石器 1T1 エレクテカルに3いて、プテ橋さん以外に夏目先生と犯人がいるっていう偽の情報を出した可能性もちょっとあるかなとは。そうすると、まあ、合点はいくっちゃいくけど、まあ、私まあ、でもあくまでも要素の一つなんで、私の投票洗ってくれって言っても多分みんな信用ならないから無駄だよね。そうだね、洗うはない方が濁らない気がする。プテ橋さんに入れましたよ、僕はピカさん。ピカさんに入れました。あ、ダウンロードか。そうだ、アップロードしてね、今回。大家さんの方がそうなんだよね。ついつまが合うんだよね。容疑者じゃなかったですね、途中気づいたけど。入るんだ、わざわざ。ちょっと白いね、トラさん行動が。青、黄緑。はい。はいはい。何から話そうかな。アメネコさんとトウヤさんとセンタンさんと貨物があれすれ違いました。でアメネコさんもいたんだ。そう、ラウンジの方向で、でバイタルを見ました。で誰も死んでなく貨物側に戻っていったら、金庫の方に死体確認しに行った金庫の前にアベリーさんの死体がありました。でそのタイミングでトウヤさんが貨物から来ているのを見ました。つまりトウヤは無理ってことでいいですか。いや、え、別にできるんじゃないですか。だって僕話してから、アルマさんがバイタル話したときに、あの診察の左の方で合ってません、診察室の。やばい、アメネコさん最後上らへんだ。アメネコさん最後5秒前ぐらいメインから電気いってますけど、えみたいなになります、位置的に。僕は無理じゃないですか、だから、うん、いや、行ける時間ありました。貨物ラウンジ、アーカイブ、シャワー、メイン、電気って、アルマさんから見て残り5秒ぐらいでメインから電気。僕が一番引っかかってるのは、戸谷さんが診察の左で僕とすれ違ったっていうのがそもそも違ってるから。貨物の入り口ですれ違ってるんで、僕戸谷さんと。だから僕は戸谷さんが一番怪しいってことで、アメネコさんとセンターさんメインホールで合ってるんですよね。あれ、今の話だと、それはついつまはちゃうんですね、はい、じゃあ、まあ、一応でもあって言ってることは正しいんで、はい。で、まあ普通に10秒以内のキルなので、戸谷もバイタル見てて、なのでアメネコさんセンターさんがメインホール付近にいるなら、カットインさせて、カットインさせて、はい、タスクってどう？無理？もう僕は終わってます。2個。タスク残ってますね。あ、じゃあやりましょう。てか、東野さん初手で貨物のあのなんだっけ、覚え系のところ行ってたんですよ。そうですそうですそうです。白いなと思って、行動がインポスターっぽくないなと思ったんですよ。その様子で拾うのか。僕今回どっちか分かんない。センターに合わせるわ。ごめん、本当に分からん。いや、マジ分からん。僕がインポスターだったら、そのメインに戸谷さんとエロちゃんがいて、僕もそこにいたのに、それを出すようにしてないです。ごめん、間違って、ごめん。アルマさんに。あ、でも僕もこれ、僕も間違って、僕も悪いんで。本当に分かんない、今回。終わるはず。どっちもある。終わるはず。戸谷さん、シャワーの左のドア開けようとしたから、戻る構造だから。小屋さん見えてないから何も分かんない。あ、ナイスファイト。よし、センターナイス。いやー、センターナイス。マジで分からんかった。センターありがとう。いや僕ね、東屋さんを目撃してなくて、なんかその客観の東屋さんの動きとかを全然見れてない。アルバ君も見れてないから、僕はちょっと要素がない。今の分かったな、アルバ君。
いやちょっと僕あのピカさんとプデアスさんのやつがあんなピカさんに票入ると思ってなくて、僕普通に2-5になっちゃうと思ってプデアスさんに入れちゃったらまさかの、あそうだったんだね、そうピカさんに入れてれば連れてたっていう、いやそしたらお土産に近くできたら、そんなに結構そう、そこでお土産できてれば、いやマジで申し訳ない、いやプデさんに入れちゃった、まさか僕も割と僅差だと思わん、そうあんなにピカさんに入ると思ってなかった、申し訳ない、だって2票入ったってことですもんね、マジか、そうプデさんと2票か、プデさんの言ってることもまあ、あとでね、そのアメイコさんとのつじつまが合うっていうのを投票後にしちゃったんで、それだったらプデさんに入れてたんですけど、プデさんの反論も分からなくはなかったので、おナイスファイトは、うん、お上手ですね、さんの最後のナイスファイトが面白すぎて2球入りましたね、はいナイスファイトはなんか整合性を確認したくて、なんかさアドミン情報 初日のアドミン情報ってアベレジさんもなんか同じの見たっておっしゃってましたね、確か、いやあのアドミンは見てなくて、トウヤがアドミンを見てるのはアベレジさんが見てた、そういうことか、はい、そういうこと、そういうこと、ちなみに初手キル誰がやったんですか、あ僕 SR マン、あセルフか、自分で1言ってんだ、あなんかずっと門番しててボタン押されたから仕方なく行ったって感じです、あじゃあアルマさんが3人含まれてたってことか、スタイと、あそうです、うん、僕がずっとそこにいたから多分プタヤスさんが通ったタイミングで3になってると思う、ああそういうことだったんだ、そうそうそう、だプタヤスさんと僕とした、いやな位置入っちゃったな、そうかちょっとまたプタヤスさん容疑者にさせちゃったって思っていやうまかったな、でもまあでもアドミンのおかげで助かった、そうですね、逆に架空の人物が出来上がったから、いやめっちゃドキドキした最後いやーごめんセンターに候補を背負わせてしまった、あいやいやいや、かっこよく決めたから、いやナイス、よかった、よかったね、大家さんが左確かに覚えゲーが出ていくのしそれとあとシャワーの左のドアを開けようとしてなったんで、その死体の位置に戻る方向に行ってることになるんで、ああ緊張した。いやー、ナイス。いやー、ありがとうございます。お疲れ様。ありがとうね。